はい、こんにちは。今回はね、やわら餅のバニラですね、をいただきたいと思います。こんな風になってるわけですね。では、井村屋でございますけど、どう食べたらいいですか。なかなか気になるな、ではの、おいとれ、結構滑らかで、ここなら味わいね。なかなかいいですね。こうもう一度、まあ、ある意味雪見大福みたいな感じですけども、薄いお餅とね、こんだけ薄いんだけども、あんことバニラがバサッと、なかなかもちもち感と、あんことバニラの重さがちょうどいいですね。どうもありがとうございました。